日本板ガラス株式会社は、住友グループに属するガラス、土石製品を製造、販売する企業であり、住友グループ広報委員会にも参加する企業である。AGC と並ぶ世界大手のガラスメーカー。太陽電池用ガラスも製造。NSG グループとして、ブランド名称の世界統一を図っている。2006年に、同社より、売上高、最終利益の大きい A。 ピルキントンを6000億円で買収し、ショーが台を飲む合併と騒がれた。森茂樹が社長、場世界戦略を展開開始、DB や FA、ICT など情報システムに強み、建築用スパッタ遮熱高断熱コーティング、服装ガラス技術では、世界最強の米国、カーディナル社と提携。ピルキントンのオンライン CVD 断熱、コーティング技術と合わせ、急がれる。 地球温暖化対策として今後のエコガラス世界戦略も期待される。日本板ガラスはエコガラスでは世界のリーダー的存在。新興国向けにフロート建築ガラス、自動車ガラスを品質に注力して積極展開。静電容量型タッチパネル用ガラス基板ではシェアナンバーワン。蓄電池用材料大手。リチウムイオン電池用セパレーターなど新材料も 開発。スパッタ公色媒の結晶化シード層技術は、NSG が自社開発した優れた技術である。先行的な研究開発活動としては、技術研究所を呼び、日本板ガラス材料工学助成会がある。先行技術としては、先日のエコガラス、スマートガラスとして期待される超高ガラス、燃料電池自動車などに期待される、水素発生公職媒などに強み、 ガラス建材事業自動車用、ガラス事業高機能ガラス事業その他、ガラス建材事業、輸送機材事業ガラスを使用している自動車メーカー。会社詳細、日本板ガラス株式会社。2015年8月14日閲覧。会社詳細、日本板ガラス株式会社。2015年8月14日閲覧。会社詳細、日本板ガラス株式会社。 2015年8月14日閲覧。日本板ガラス J グローバル。渋沢栄一記念財団による、渋沢財閥ガラス製品国産化計画の編成、日本板ガラス。日本板ガラス株式会社50年史、グリーンプラザ開発株式会社物件一覧。今日春公式を迎えた、日本板ガラス千葉工場の有資、一期工事完成。千葉日報。 ピアニッシモも、長官六、現在跡地は、イオン若松ショッピングセンターになっている。ありがとうございます。